5年後ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。杯の話、用心してかかった方がいいぜ。 ああ。 やんのかい。
보자.
Thank you.
No.
ますわ。
ジで。マジで。
な。ちょっと？はあ？何それ。おい！何それ？
No.
お客さんこっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや？ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名なヤクザさんなんやって。は、はい、お呼びでしょうか？関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すいません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業さん引っ張ってこんかい。いい加減にせ。もうええ。親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい？未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときや。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでか。ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？え、あ、席外せ。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや。いいから早う謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。はい、お席座るんかい。山田、悪い、わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。あの、親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい？え、あ、いや。まあ、飲め。あ、はい、いただきます。これで思い出してやる。あゆ言うてみや。これ関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた落ち着かねえ店だ。待て、あれよくも口にしたの。お前らがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぞ。はい。大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。どついたら、こんがけ。
お見事や。すまんことした。うちの若い衆は血の気が多くての。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとして怒らせてくださいや。断る。近江合流会のおごりです。わしの顔立てたってくださいや。合流会。よっしゃ、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさがいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろうか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田隆二と申します。合田。近江連合くらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさがいに。ああ。で、お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹を割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生カズマだ。道島の竜、東城会の桐生一馬さんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いよ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなとこで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどこやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、そや、せっかくやから教えますわ。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだええ、関西が嫌なんですわ。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。俺も何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいますわ。今夜の12時ちょうど、カムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まる。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がる。そして明日、道島の竜は死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れました。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。
血の香りが。桐生一馬さん。ほな。仕掛けた花火。12時。一体何が始まるんだ。ああ、須藤です。ええ、残念ですが、倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。わかりました。では、私の方も手配します。ええ。あの任務は、伊達さん以外にこなせませんから。はい。では。